マルティン・モニスは、1147年のリスボン、攻防戦に参加した軍人である。自らの体で平門を阻止しようとするマルティン・モニスと、彼を排除しようとする、ムーア人守備隊、そして門に突撃する十字軍兵士。ペレーラ・カオン作伝説によれば、モニスは、リスボンの後為戦に、ポルトガル王アホンソ一世の指揮下のキリスト教軍に、参加して、英雄的に戦った騎士だった。 ムーア人の城の門は開いているのに気づいたモニスは、単身そこに挑み、文字通り身を呈し自身の体によって守備隊の閉門作業を阻止した。この英雄的な行動によって、彼の仲間たちは門を確保し、そこから城内に攻め込むことができた。彼に敬意を表して、これはマルティン・モニスの門、ポルタ・デ・マーチム・モニーズとして知られるようになった。この献身により、 彼は十字軍の殉教者として検証された。ムーア人が支配していた、リスボンの征服に関する同時代の証言は二つしかない。十字軍参加者のオスベルノによる書簡、リスボンの征服でエクスプグナション・リクスパナンシーとアルヌルホによるものだけである。彼らは、この人物にもこのエピソードも言及していない。歴史学的な観点から、アルシャンドレ・エルクラーノは、 当時はもっともらしく思われていたのだろうが伝承されてきた。このエピソードは伝説に過ぎないと結論付けた。家計研究に関しては議論があるが、一部では、この人物は実際は、モニオー・オソレスでカブレラとマリア・ノニスでグリジョーの息子で、テレサ・アフォンソと結婚していたと考えている。一部の系図学者は、テレサは、ポルトガル王アフォンソ一世とエルビー・ラ・グアルターの間に生まれた。 婚外子だとしている。この場合、彼には三人の息子がいた。ペドロ・マルティンス・ダ・トーレ。ブラガ県のトーレでバスコンセロスの豪子の祖になった地、テレサ・ソアレス・ダ・シルバと結婚した。彼女は、トーレ・でシルバの上官の主であるソエーロ・ピレス・ダ・シルバの娘だった。ジョアン・マルティンス・デ・カブレーラ・サルサ・マルティン・マルティンス・デ・カブレーラ。ブラガ大聖堂の副教区長であり、 遺言が1256年以後に執行された記録がある。その中では相続人として、追い孫のエステバンが姉すれバスコンセロスを指名している。別の経図学者は、1149年に存在して、オーロアンナ・ロドリゲスと結婚したマルティン・モニスの名を持つ、別の人物を挙げている。彼は、アローカの合詞モニオ・ビエガスの子孫だった。また、後に、 アローカの女子修道院長となったモー・マルティンスは、この、マルティンの娘だった。エル・クラーノによる、厳しい評価の後、リスボン史家のビエーラ・ダシ・シウバは、改めてエピソードの信憑性について論じた。アルフレード・ピメンタは、1940年の著作、マルティン・モニスの異行 A、ファソナ・デ・マーチム・モニーズの中で、1258年の文書の中に、 マルティン・モニスの門に言及しているものがあると述べている。唯一、バルセロナ博・ペドロの警府書だけが、マルティン・モニスがその門で死んだことに触れている。しかし、これは、リスボンのレコンキスタまで遡らずとも、別の歴史的事件、つまり、アフォンソ三世即位前の内戦に由来している、可能性がある。リスボン大学のペドロ・ゴメス・バルボサは、リスボン征服に関する本の中で、 このテーマについて新たに総合的な再評価を行った。リスボンの降伏の際には突撃などは行われておらず、このエピソードには戦術的な意味での裏付けがないとしている。サン・ジョルジェ城のマルティン・モニスの胸像。彼の名が冠された門にあった。リスボンの古いムーア城壁にあるマルティン・モニス門に隣接して彼の胸像があった。17世紀半ばに、 バスコンセロス家の子孫によって設置された大理石の名盤には次のような碑文が刻まれていた。マルティモニスはリス・ボン城のふもとにある大きな広場の名前でもあり、地下鉄駅の名でもある。ありがとうございます。